ンチの今日はスタジオで叫ぼうよダルマ。今日はね、なんか私の知り合いのですね、うん、バスリエ株式会社さんのですね、うん、松永さんというか代表の方がいらっしゃるんですけど、はい、その松永さんからですね、ちょっとすごい、なんかなんだろうこれっていうものをちょっといただいた次第でございまして、これ、なんだと思いますこれ。これは、どうぞ。はい。放送していいやつかな。いやいや、これ放送しちゃいけないやつだったのね、これなんか、放送しちゃまずいかそういう、まあ、だからそういう見えなくもないんですけど、確かにね。大丈夫でもね、そこまではね、なんか大丈夫と思います。さすがにね、それは。なんか、さすがに。YouTube とはいえね、さすがにね。バスリエ株式会社さんですね。なんかいろんなお風呂の文化をなんか発信していく、そのバス、あ、そうです、会社の方で、なんかお風呂の中でいろいろ使えるグッズとかそういうのを作ってるという会社なんですけども、多分これもね、それこそお風呂っつったら、男性が扱うならこういう感じかなって女性が扱うならこういう感じかなとかさ、用途がね、男女と違うっていうね、そういう感じじゃないかもね、そういう感じじゃないかもしれないですね。なんかね、いろいろヒントが書いてあるんです、うん、書いて叫んで声が小さくみたいな感じで、あ、なんか書いてますね。あ、使い方書いてます、使い方書いてます、ちょっと読みましょう。付属のペン、ペンありますか、あるね、黒高があるね。そうですね、付属のペンを用いて叫びたい言葉、イラストなどを自由に書き込みくださいということですね。あ、だから叫んで、うん、わーって叫んでもこうなんか小さく聞こえるみたいなことですかね。外で発散みたいな感じ。なるほど、なるほど。風呂でね、ね、なんかね、上司の不満であったりそうですね、監督やコーチの不満であったり、家庭の奥さん旦那さんの不満であったり。お値段ですね、税抜きで1980円、うん、はい、で、叫ぶスッキリ爽快気持ちいいってことで、やっぱりストレス発散用のものですかね。やっぱさ、今、うん、この世の中一番いけないのはストレスだからね。いや、そうですもんね、うん、このペンをさ、何なんか書かなきゃいけないの。あ、なんかですね、ちょっとホームページを見せたって大丈夫ですね、うん、はい、なんかこちらこういう風な感じで、あ、バカ野郎とか、あ、なんか横から見てこう叫んでるように見えるっていうんですかね。こういう風にで、ダイナマイト、とにかくな、あ、そう、ダイナマイトとか、はい、なるほど、じゃあ誰も書いていい。あ、全然書いてください、書いてください。自分のストレスの発散にはもちろん、一緒に盛り上がりたい友人、元気をあげたい家族へのプレゼントに面白いアイテムはいかがでしょうかということでございますね。しかもこれ水洗いして流すだけで簡単に落ちるらしいですよ、このインクも。本当ないよね、うん、いいですね、何回でも使えますもんね。大きな叫び声が3分の1になるぐらいみたいですよ、うん、パンチさんの声が3分の1に聞こえちゃうという感じで、うん、おお。ダイナマイト爆弾ということで。よし。この間さ、はい、東横線よ、はいはい、長い椅子があるね、はい、ありますので、ね、そこにさ、うん、俺端に座ってたの、はい、俺空いてる、座ってる、空いてる、座ってる、空いてる、座ってる、空いてるって一個飛びじゃないんだよ。ああ、ほうほうほう。僕が座ってる端に、はい、あっちにも誰か端に座ってる、はい、真ん中に座ってるって、あの椅子に3人しか座ってないんだよ。ほうほうほう。想像してよ、はい、で、マスクしてるよ当然、はい、でさ、くしゃみしたくなってさ、はい、アクションってやったんじゃないよ、はい、俺端っこに座ってる、ここでクシッってやっただけよ。あ、もう大きい気を使ってる、うん、こうやってハーシャーじゃなくて、はい、クシッ、このぐらい、はい、そしたら真ん中に座ってたジジイがさ、はい、気になるんだったらだよ、本当によーってこうやって立つ流れ分かるよ、クシッ、チッ、カッ、あっち行っちゃったな。なんかアルゼンチンタンゴみたいに。それでさ、なんだこの親父とかさ、バカ野郎なんて言ったらこれ喧嘩になっちゃうよ。なあ、まあそうです、ね。本当に今ね、みんながなんか神経質になってる。うん、確かにそうですよね。だからこのダイナマイトの由来は、まあ言ったと思うけれども、はい、嬉しい時はダイナマイト、ね、頭にした時はダイナマイトということで、はい、
発散したら誰もほら喧嘩にならないじゃん。あそうです、じゃあダイナマイトにしてもらうよ、嬉しい時ね。はい、嬉しい時、はい、ダイナマイって言うとこうラッキーな風が吹いてくる。あなんかもういい感じですね、うん、悪い気を吹き飛ぶ感じしますもんね。これで、うん、プシュッカッカッカッダイナマイって言ったらもう東横線でもう問題になっちゃう。そうです、そういう時ですかね、はい、そういう時ですもんね。じゃあ試した時だ。これはいい。これでもだいぶなんかこれすごいすごいですよね。これこれすごいですのよ。やっぱりね、うん、大きい声出すっていうことはね大切なんだね。うん、一つバカ野郎でも、うん、なんとかって出すとだっとこう気持ちが収まるんだよ。今はその大きな声も出しちゃいけない。あそうですよね、うん、カラオケもいけない、うん、どん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 ストレスが膨らんでいくばっかりだから、うんね、酒ボード酒ボード、はい、これはいいっていうダイナマイト、はい、ダイナマイト。おー、すごいこれ、これすごい、めちゃくちゃ商法になりますねこれね。全然違うねえ。いやー飛沫も確か飛ばないですか。いいですよこれ。いや、うん、これ本当に大人もそう、小学生の子供たちにもなんか使わせてあげたいな、うん、ああそうですのね、うん、みんなね溜まってるよ。いや溜まってストレスが、そうですよこれはもう、うんうん、みんなで酒バーだー。今日はこれにてゲームセット。おい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 、川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開でうのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします、ね。